けはもう完全に、はい、まあ、塩素の量がもう半分に減っているということと、まあ、水がかなり前お話ししましたように水も柔らかくなってて、まあ、確かに泳いでる方にとってもかなり浮いてくる状態、水が柔らかいということは体が浮きやすくて泳ぎやすいという状態が今実証されてます。今の状態ではまず、まあ、お客様は今言ったように泳ぎやすさが基本になりますのと、まあ、スタッフの場合は毎日朝からプールに入ってて塩素によって髪の毛が傷む、爪が傷むっていうのがかなり改善されてるということですね。本学のこの建物の中は全てミュージーセブンの水が通っているんですが、トイレの匂いも全く、ないし、あるいはまあ、お昼とかお茶を出した後ですね、そういうところの使用したカップとかに茶渋がほとんどつかないということで非常に気持ちよく使えているというふうに言われています。ですね、下に取り付けて2ヶ月ぐらいでですね、牛舎の匂い、アンモニア臭とかハエがほとんどいなくなりました。で、まあ、子供に聞いたら、おじさん近頃匂いがしないねということで、あ、ほら本当ミュージーセブンの効果はですね、ものすごい効果があるものかなと思いました。ですね、子牛の発育がものすごく早まったというか、だいたい子牛の市場がですね、生後10ヶ月で一応300キロぐらいですね。それが7ヶ月、8ヶ月で一応300日ぐらい、ものすごく発育が良くなったと思います。シジミの身質がふっくらとプリプリになるのと、から旨味成分であります有利アミノ酸が、当社のシジミ取れたてのシジミよりも2倍に、約2倍に増えております。取り付け前は立ち枯れがありましたので、付けた後は立ち枯れがなくなりました。収穫のこうたくさん取れるように収穫ができるようになりました。消毒関係が年に3万ぐらい浮くようになりました。まあ、皆さんに大いに活用していただきますようにお願いしたいと思います。水の力は限りないものでございますので、どうか皆さんと一緒に水を改善しながら作物を取るように頑張りたいと思います。Today, new G7 water system has become a trusted brand in Japan and is backed by patent certifications in 5 countries. New G7 has also received accreditations from Water Quality Association USA and Japan Water Works Association, further reinforcing its quality assurance.New G7 is truly a revolutionary device that is fundamental in improving the quality of our lives and our environment.